難しいことしてるわけじゃないんですけど、音色変化の幅がすごい豊かで面白いですよね。今回はアニモーグのティンブレスについてやっていこうと思います。で、アニモーグのサウンドはティンブレス、ティンバって言うんですかね、これ8個の波形で構成されています。で、波形をタップして変更することが可能です。じゃあ一番上の波形を変えてみようと思います。で、X 軸、横の動きを変えると波形の読み出し位置が変わります。で、これ Y 軸にすると波形が可変していきます。じゃあ残りの波形もちょっと適当に変えていこうと思います。で、Y 軸で波形の切り替え。で、X 軸で波形の読み込みを可変させることができます。で、これを組み合わせて複雑で豊かな音色変化をすることができます。で、オービットで発音ごとの X 軸と Y 軸の動きを設定することができます。で、アニモーグは4音ポリフォニックで、今4和音出してるんで、発音ごとの音色が変化しています。で、さらにパスでベクトルの動きを設定することによって、より複雑な音色変化を作り出すことができます。で、パスは3種類のモードがあって、ループはベクトルの動きをループします。バックアンドフォースはベクトルの最後まで行ってからまた逆方向に戻って、それを繰り返します。で、ワンスはベクトルの動きを一度だけたどります。で、オービットとパスはそれぞれシンクをオンにすると、内蔵のテンポか外部のシーケンサーとかのテンポと合わせることができます。なんかすごい難しいことしてるわけじゃないんですけど、音色変化の幅がすごい豊かで
面白いですよね。でアニモーグの特徴ってやっぱりこのオービットとパスのベクトルの新性質だと思うんで、ぜひいろいろ試してみてください。